翡翠小太郎の名言ラジオセラピー。はい、翡翠小太郎です。こんにちは、伊藤直子です。こんにちは、松田達則です。知恵です。どうぞよろしくお願いします。お願いします。先週から引き続きまして、現代に、ね、現代の、現代に、うん、令和の龍馬が、ね、来たってことで、看板が大きすぎる、はい、恐れ多い一体何が起きるんだっていう ね、なおちゃんがねブログで見つけた、もうこれぞ新しい時代のヒーローだっていうのがタッツンなんですよね。今ね、だってね、すごいんですよ。タッツンに言語化してもらいたいです。うん、タッツンに私の、あの今、心のモヤモヤを言語化していただきたいです。そういう能力が。うんうん、言葉にして、うんうん、っていう人たちが、もう押すな、押すなで。うん、でも密だから、なんか押せないっていうね。オンラインで。オンラインで。うん、押すな押すなって、そのタッツンが女神と言ってね、うん、もう皆さんね、あの女神ひな形を見せてくれている2人が今日はね、うん、のタッツンを開花させたのはどうやら知恵さんだっていうね、うん、まあそう、まあ間違いないでしょうね、うん、女性がね開花させるっていうのは、うん、まあ、ここではここまで深く言いませんけど、やっぱ翡翠さんもいろいろ奥様とね、はい、あのやっぱ奥様が、いや完全に開花してくれましたね。嵐よりもね、僕は大した男じゃありませんでしたから、うんうん、本当にね、神さんとの格闘の末に磨かれていましたね。あ、なんか一緒一緒だと本当にそう。僕ね、あの娘をね、近所でそのまがたま作りっていうのがあった、まがたま作り体験っていうのがあって、その参加した時にヤスリでその石を削っていくんですよ。え、本当に石を削っていくんですか。うん、あのすぐ削りやすいものがあって、まあ石じゃないのかもしれないけど、ヤスリで簡単に削れるの、最初長方形のマッチ箱みたいのをもらって、それで削っていくんですね。で、その要は磨くっていうことは、その傷をつけることなんですよ。磨くって傷つけることで、で傷つけて、結果的に磨かれていくわけですよね。で、夢中になりすぎて、娘の体験で行ったのに連れてったお父さんの僕が夢中になりすぎて、気づいたら知らないお父さんが娘の手伝ってくれてあ、想像できるなやべ、で磨くのが楽しくなりすぎて、その夢中になってたら、あ、娘と来てたんだ、忘れてたと思って、ったら娘できてたのかなと思って、ふって見たら知らないお父さんが手伝ってくれてすごい出産らしいエピソードですね、うん、まあでも そのそういう意味ではね、その神さんにすごい傷つけられ傷つけられ磨かれていきましたねどんなにアマゾンで本が売れようとね、翡翠さんというのは翡翠家では最下位なんだそうです。家庭の家庭のカーストが嵐に勝とうが、うん、だからその神さん家行くと、あの犬って順位めっちゃ気にするんですよ。あ、はいはい、犬ってめっちゃ順位気にするんだけど、あのその犬が、あの家族関係を瞬時に見抜いて、僕が一番下だって捉えて、犬よりも下だって捉えて、僕だけめっちゃ吠えられるんですよ。神さんの実家行くとね、あの犬ね、めっちゃ僕だけ吠える、俺より下だと思ってるんですよ。ウケる、面白いですね。まあ、リアルなところはどうなんですか、その令和の龍馬の中、知恵ちゃんと立つのね、の何ですか、傷つけ合ってる、傷つけ合ってパートナーシップ、パートナーシップでもそれを乗り越えて、その磨かれてね、タッツも人気が出て、そのやっぱり秘訣はどういうところになるんですか、どういうことをね、今心、今やっぱりね、そのコロナで密になったことでね、そのコロナ離婚とか、夫婦関係が、ね、コロナ離婚とか増えたりとか、迷える僕ら子羊はどうすればいいでしょうか迷ってんの翡翠さん大丈夫で前から翡翠さんね在宅勤務だもんね。いやでもやっぱり出張がなくなってますから、あ、じゃあ翡翠さんとこもコロナ風吹いてきた。コロナ風は吹きますよ本当結構コロナ風吹き荒れてるからさ、うん、どうですか、うん、どうすればいいんでしょうか、迷える僕ら子羊、僕今その翡翠さんのまがたまの話がめちゃくちゃ共感して、はい、何かっていうと、やっぱ知恵さんとたくさん、はい、なんていうんですかね、喧嘩、僕はなんか喧嘩したって言うと、うん、それは喧嘩じゃないよって言われるんですけど、うん、なんかいっぱい喧嘩をして、うん、で
やっぱその中で磨かれた感じはすごくあって、うん、じゃあその磨かれた喧嘩って何だったかっていうと、うん、やっぱ本音を伝える本音での対話っていうところが、うん、本当にすごく僕たちにとっては大事だったなっていうのが感じてますね、うんうん、そのことを通してマッツンもその本音が自分で気づいて本音を表現できるようになったってことなんでしょうかね。そうですね、はい、本当に、僕も知恵さんに磨かれるまでは、うん、大したことのない石ころだったと思うんですけどなんか本音でいっぱい磨かれたんですね。磨かれました。やっぱり本音で対話してくると求めてくれたり要求してくれたりというか、うんうん、なんて言うんですか、やっぱり男性に対してもっとこうしてっていう、うん、もっとなんて言うんですかね、あるじゃないですか、うん、そういう求めを受けて磨かれていくというか、うん、まあ、それってしょうもないところで言ったら、例えばなんか分かんないですけど家の中でこうしてとかそういう求めのちっちゃいレベルもあると思うんです、うん、なんか生活レベルもあれば、なんて言うんですかね、もっとなんだろう、愛情表現のこととか、うん、一緒にいるときにこういうふうにしてほしいとか、うん、落ち込んだときはこういうふうにしてほしいとか、うん、逆にこういうふうに僕に対して関わりたいって言ってくれたりとか、その本音を聞けて、うん、僕もあそうやったら喜んでくれるんだってことが分かっていったり、うん、でその目の前の人を喜んでもらう、好きな人を喜んでもらうってことに取り組めていることが結果としてお客さんとか、うん、ブログの読者さんに対して、うん、あこうやったら喜んでもらえるかなとか、うん、あこうやったらきっと楽しいだろうなっていうことにすごくつながってるなっていうことに気がついて、うん、まあ、それは結果なんですけど、多分その知恵さんとの間ですごく自分が磨かれた結果、うん、多くの人にも喜んでもらえる部分はあったのかなって感じますね。すごいいい感じに言うねあじゃあいい感じじゃない部分をいや小さく最初から言うと、なんか具体的にこんなこと言ったとかいうのは、うん、出せる範囲でよければ。もう本当にいろいろあったんですけど、うん、まずそもそもタッツンという人が本当に女心が全く分かんないとか、1ミリも分かんない、人の気持ちが俺と分かんないですよ、させられない。例えばなんかすごいこう、例えばそうだな、なんか大変そうにしてたら手伝おうかって優しい人とか言ってくれるんですけど、もう眼中にないみたいな、俺は自分のことをやってるみたいな感じなんですよね。その手伝ってほしいとか、例えば励ましてほしいとか、うん、気にかけてほしいとかって言われたら分かるんだけど、うん、言われてない状態だとなんか自分の好きなことを自分で楽しんでやってるみたいな状態で、うん、なんて言うんだろう、なんで知らない間に不機嫌になってるのみたいな感じになっちゃう。わかる、わかる、私もそうだよ。わかる、うん、一緒一緒だから、私割と龍馬派あれ逆パターンなんですね。俺も龍馬派だから龍馬型だから。それで女神のお龍さんはどうするの。もともと私も本当に本音を我慢しちゃうタイプだったんですよね。人の顔色を伺っちゃうとか、うん、これ言ったらなんか嫌な感じになるかなとかっていうのをすごくすごく気にして言えなかったんですよね、うん、で言えないからなおさら気づいてもらえないし、うん、なんかどんどん不機嫌になってブスってなって不満は溜まってるのにみたいな感じだったんですけど、不満で嫌な態度取ると、えなんで怒られなきゃいけないのみたいな感じで逆切れみたいな感じでね送ってくるので、いやだってこうじゃないとかっていうと、もっと早く言えよみたいな、うん、言えよの喧嘩になるんですよね。それはよくあったねっていうのとすごくたくさんやりました。それがだんだん言えるようになってきて、なんか一時期は本当に赤ちゃんができた時に、その頃に彼は独立して間もない頃で、自由に俺は心の声に従って生きていくんだって自由にしてたんですよね、うん、でも私は赤ちゃんができてシングルマザーになって大変な生活っていう時に自由に遊んでたというか、うん、そう、うん、っていう時にだんだん不満が溜まってきて、私一人で頑張ってるのにだからなって爆発したことがありました。いい加減にしろみたいな、分かんなかったな本当。いい加減にしろ、受けてからのレシーブはどんな返しが。あ僕はもうなんか、うん、なんて言われたら、あそうだったんだって思うから、うん、もう素直にやります。そう、それだけ。そうなので、そう素直に言うから、じゃあどうしてほしいのっ
って聞かれた時に、うん、じゃあこれこれこういう家事が大変だから、これは週に1回例えばお掃除に来て手伝ってとか、赤ちゃん預けたいから何曜日お願いとかって具体的に指示お願いしたいことを言うと、うん、分かったって言ってものすごく嬉しそうに大丈夫って言って、むしろなんか頼もしい、なんだろう、頼られて嬉しいみたいな感じで喜んでたんですよね、うんうん、なんで分かってくれなかったの今までみたいな分かんないんだよ。そうそう、だからその男女のね、ね、男性が気持ち分かんないとか、確かに確かに、女性はなかなか言わないとか、と言ってくれないと分かんない男は、察するのにね、男はね18万年ぐらいかかる。人生終わる。欲しい欲しい。なんかこう生きやすい。本当にそうで、そこでやれるってすごいよ。でも分かったって言ってやだってならないわけでしょ。そうだね、うん、そこはすごい、ねうんまあ、やだってなるよりもさすが現代だから、うん、現代の今そこですよね。だって、うん、やだってなるよりも、うん、知らない間に不機嫌になって、うん、隣で不機嫌でいたりとか、うん、結局ここで楽しくできないことの方がずっと嫌だから、うん、ずっとキーってしてるんで、ムカムカっていう、うん、嫌なエネルギー。今でもそうなんですけど、うん、その今いろいろ千恵さんに対して、まあ、喧嘩も少なくなって、うん、いい関係築けてるのは、うん、言われたことが分かるからできる、うん、こういう風にしたら喜んでくれるんだなって分かるからできるだけで、うん、今も女心分かんないんですよね、うん、分かるようになったわけではないというか、学習機能搭載みたいな感じなので、AI、そうなんですディープラーニング搭載です。なので一度言ったことは覚えていってくれるので、うん、プログラミングが必要なので、でもやっぱりさ、うん、頼んだことを喜んでくれるのはすごく、やっぱりちいちゃんも喜んだりするからじゃん。 どうしてそんな、はい、あれなのかな、すぐ喜んで、ま、タツンも協力できたのかな。やっぱちいさんが笑ってたり、うん、笑ってる、うん、そうそうそう、喜んでると本当に嬉しいんですよ、うん、ああちゃんとその喜んでくれてるっていう、じゃあ女子はやっぱり喜べば、喜ぶのが大事なのかな、うん、喜んでくれてると嬉しいですよね、うんうん、やっぱり素直に表現して、うん、お願いしたり表現をした時に、うん、分かったやるよって言ってやってくれたら、わーありがとうとかっていうのは、そこはちょっと気持ち分かりやすいように喜んでたの。多めにやります。ああそこ大事、そこは大事、女子そこ大事、多めに喜んで、そう本当にそれが嬉しい、それ嬉しい、そうすると男子やる気出てくるよね。そうなんですよ、気持ち多めに、なんかなんて言うんですか、うん、その気持ち多めに喜んでくれて嬉しいっていうのは、やっぱりそれも多めに喜んでくれた方が鈍感な身として伝わる、うん、そう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 、あこれってなんか喜んでくれてると思うんだけどそうそう、でもあなんかどっか不満あったのかなとか、なんかありがとうとかそんな感じだったら、それなんていうの、それも分かんないですね、どう思ってるかが、どう感じてるかが分かんないから、分かりやすいとやっぱ嬉しい、分かるな、ありますね。ほらなんかでもさ、逆にさ喜ばなくちゃ悪いみたいなのはあるよね。あの女子としてそ、ね、それ違うんだけどみたいなのもちゃんと言ってる、千恵さん。違うんだけども言います、うんうん、お偉い、その喧嘩もしたよ、うんうん、違う、その喧嘩もしたすごくたくさんやりましたね。で違う時は、うん、なんていうの、その減点方式じゃなくて、うん、加点方式で言ってほしいっていう、ほうほう、やって、自分がやってそれで違ったとしたら、ここが違って、あこれこうじゃないよって言われるとやっぱり萎えるから、うんうん、なんか喜んでもらって、うん、次からこうしてくれたらもっと嬉しいっていう過程方式。なるほどね、めんどくせえってやつですね。そこはでも女子頑張ってほしいな。え、ちえさんどういう風にしたんですか、それは。例えばお皿洗ってくれたりとかしてすごく助かるんですけど、やっぱり下手だったりする時があるじゃないですか、うんうんうん、やっぱね、男女の夫婦関係でよくあると思うんですけど、うんうん、やっぱりそこはちょっと飲み込んで、うん、わーありがとうって言って言った後に、あちょっとここがねとかって今度やるときはここちょっと残しがちだからとかっていう。でもさ、そういう具体的なアドバイス一番助かる、欲しい、そう、一番助かる、ここがねちょっとねとかね、わからないから、うん、そうするとできるから、そうなんですよね、うん、でも時間がかかりました、うん、それまで言えるまでにも、うん、もう育てじゃん、育て、たよ、うん、育て、うん、やっぱり女子が育ての、意識に育てができると伸びるね、うんうん、
僕ね、すべての男子はね、めっちゃ伸びると思うんですよ、はい、女子の育て次第で、はい、育てですよ、育て、鬼滅の刃でも育てがね、今そうですね、大事ですよね、育てが大事そう育てで伸びますからね。翡翠さんの育てもなかなか厳しかったですよ、うんうん、で、まあ、でもやっぱり神さん愛があるのは分かりますからね、うん、愛があるのは分かりますから、そこだよね、それどうやったら愛なんだっていうのが、そこも人によっては愛のつもりみたいな、なるほど、うん、壮大な勘違いが生まれてる時もあるじゃないそうですね、タッツン、ちょっとそれは勘違いだよって時なかったですか、勘違い結構良かれと思ってされ、うん、してくれることで勘違いだよっていうのたくさんあるんですけどそうそうそう、すごいそういうのもあって、そういうの何回も何回もやってすり合わせていったっていう感じですね、うん、対話をしていって、でもさ、本当対話をしていくとさ、時間が味方になるし、対話していかないと時間が敵になるよね、積み重なれば重なるほど不満になるし、ね、対話していくと時間がだんだんね、自分に合う人になっていくからね、なってきますね、そうですね、オーダーメイドって感じになりました、夏、ね、はい、オーダーメイド、はい、もうオーダーメイドされてたらしいです、本当にカスタマイズしていって今本当にもうよくそんなことまで分かるようになったねみたいな、手放せなくなっちゃうよね、この人以外は多分ちょっと難しい、うん、やっぱり確かに対話が起点だね、本当にオーダーメイドだよ、タッツン、よかったね、もうオーダーメイドされてる感覚はない鈍感な側としては、一つ一つあ、そっかって感じ、良かれと思ってやってすれ違うってことめっちゃあって、うん、例えばその、うん、本当くだらない話なんだけど、喧嘩した時に、なんて言うんですか、なんで喧嘩したか忘れたんですけど、もういいよ、あっち行ってよとか帰ってよ、うん、みたいな感じの喧嘩ってするじゃん、うん、でした時に僕は、うん、今本当に嫌がってるよな、帰った方がいいよな、これ帰ろうみたいな感じで帰るんですけど、うん、帰った後に、うん、そうじゃないってことだ、そう、なんで帰っちゃうの、そう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 、ダメだよそれでちょっとお嬢側ごめん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 そんな感じがあって、帰ろうとしている道すがらで LINE を見てもう一回引き返すみたいなこととかがあったりして、なんで帰ってんのよみたいな、なんで帰ってんのよ、なんで帰ったのそこだって帰ってって言われたから、帰れって言ったじゃんみたいな、うん、で、ほん、あの、それね、あの、何回も学んだ結果、最初は帰れって言われたから帰って、うん、あ、そうじゃないんだなってことが分かって、帰らないっていう選択をするべきなんだ、うん、それで帰っちゃダメなんだここよく聞いてね男子諸君帰らないって選択をするわけ、うん、で帰らないって選択をして一緒にいるんだけど、もうなんかずっと不機嫌だし、うん、謝ったりとか、うん、あの、寄り添っても、もう本当に嫌、あっち行ってみたいな感じで、うん、でこれ嫌だよなと思って、一緒に帰らないけどじゃあ同じ部屋にいない方がいいかもなと思って、うん、別の部屋にいてそこで待ってるとかしたら、またなんかブツッとしてもう恥ずかしいねいやためになってますよ、ためになってます、これあの、ね、世界の平和のために今ありがとうございます、じゃあやっぱりあの一緒にいたらいいんだなって思ったりして、で一緒に行ってそれでハッピーエンドを迎えた時があったんですよね、うんうん、あ、仲直してよかった、あ、じゃあ一緒にいるんだ、うん、やっぱそういうことなんだなって、あの、帰っていったのは違ったんだなって分かって、うん、これから喧嘩をした時また同じようなことがあった時に、うん、帰らないって選択して、うん、いや俺はもう帰らない、ここにいるって言ったら、もう本当に嫌、出てってってことになって、もう本当に嫌そうなの本当に嫌そう でそこに、いや俺はいるって言ったらもう、うん、あの、嫌だからもうそこにいないでって言って、うん、恥ずかしい、これ正解、はい、これ正解、翡翠さんどっちだと思いますか、これはやっぱりいるのが正解じゃないですか。いるのが正解ですか。どうでしょう、ちえさん。そうですね。ピンポーン。何度も何度もね、チャレンジしてほしいんですよね、やっぱね。試し行動って言います、これを。試し行動っていうの。試し行動っていうの、これ。これでもか。これでもかってね。あの、もうなんか茨の道どころか、なんか有刺鉄線の柵をぶっ込んでいくぐらい。でもさ、やっぱりその突っ込めなくないですか。でもやっぱりさ、その、あの、女性ってさ、もうあの不機嫌な時が多いよね。女性ってあの男性ってさ、意外とのんびりしてるんだよね。男性ってその結構のんびりしてるし抜けてるし、そんなに不機嫌っていうのはやっぱりその
まあね、あのなぜ女性はそんなに不機嫌なのだろうかっていう本も今作り中なのね。そうなんです。それ絶対地球に必要ですよ。地球に必要で、やっぱり生態の先生曰く、その月の影響を受けるからね、生理とかね。そのどうしてもあの体の周期で不機嫌なタイミングっていうのが男性より圧倒的に多いから、そこをそのこの期間は何があってももう体的にあのご機嫌じゃない期間っていうのが、もう女性は必ずあるから、そこは、まあ、あの 女性もその周期をね自分でちゃんと知っていく必要もあるし、男性も分かってあげなきゃいけないっていう、あの その先生のとね今本を作ろうとしてるんですけど、いいですね。その本いつ出るんですか。あの、まあ、僕は取材は終わってるんですけど書き次第で。そうだよね、今夜明けを迎えたばかりですからね。いやでもこのセキララ感で今、はい、そうだったのかってね、あの令和の若者のパートナーシップめっちゃいい感じで結び直しが始まってますよ。本当ですか。いや本当にたくさんありましたよ。なんでやっぱりその分かりやすく教えてもらえるってことは男性にとってはすごく希望、そうなんです。そのなんかあのおむつの話とかもよく知恵さんがするんだけど、おむつの話、おむつ事件があったんですよね。はい、はい、で本当にさっきも話してたんですけど、私が赤ちゃんができて出産して、でも別々に住んでるし籍も入れてない状態だったので、で彼は独立したてでね自由にしてるっていうさっきもあったんですけど、そんな中別にその経済的に何もこう支援してもらったりとかしてなかった状態なので、独立したてでね、そんなに余裕があるわけでもないし一生懸命頑張ってたと思うんですけど、だん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 不満が溜まってきて、いや一応父親だろうみたいになってきたんですよね。である時にもう爆発しちゃって、もういい加減にしろって言っておむつ代ぐらい払えって言ってブチ切れて、わって言って怒った時があるんですけど、それがねおむつ事件で、まあ、私たちの間で知恵の乱って言ってるんですけどちょっとなんか乱を起こした、ね、米よこせおむつよこせみたいな。でどうしたんですか、龍馬はおむつを買いに行ったんですか。現代の龍馬買いに行きました買いに行きました。これも喜んでたんですよ、うーんとかって言って、はい、行くよ行くよとか言って、なんかやっぱその発想はなかっただけなんだよね、すごく、まあなんでないんだろうっていうふうにはあえてそこは行かなくていいんだね、そっかなかったのねっていうね、そう、あの男子言われないと分かんないから男子で言われないと分からないからね、その、僕の友人の絵本作家ののぶみさんは、男性は男性の知能はチワワ以下と考えましょうって言ってますから、もうねチワワ以下っていうか、もう本当ね、あの言わなきゃ分かんないのっていうところを女性はもっと理解しないといけないんだね。そうですよね、すごくそれ学びました、体験で本当に、だから女性は表現がすごい大事なのよね。喜びも笑顔だし表現だもんね、男性もそのおむつもじゃあ買ってきたからいいだろうじゃないんだよっていうねあるじゃない、その段階、ご指導が、その指導はこっちからは聞いなかったな、おむつを変えるとかさ、あのよくあるあるはさ、おしっこの時は変えるけど大きいものの時は変えないとかさ、大きいものしてる時はママって呼ぶのあれなんでなんだっていう、あの女性あるあるで、おむつ俺変えてるしって言って、あの大きい時は絶対変えないんだよっていうお母さんのなんて多いこと、かわいいです。あ、なんで変えないの、でも普通に発想としてさ、女性ってあなんか大きいから変えないとかないじゃない。なんで男子って大きいから無理とかなるんだろうと思って。これ変えるからいいかな。そうですね。まあ、タツーはいろいろ子供のことを世話してくれるんですけど、世の中のまあ、私は前の旦那様もいたんですけど、彼もすごくやってくれるタイプだったので、私は割とその男性に恵まれて周りの人に恵まれてきたので、あんまりそういう悩みはなかったんですけど、結構言いますよね。うちもね、おむつ替えはすごい率先してしてくれたんだよね。だから大きいから買えないってのもう届きすぎるなと思って、その心を知りたいんだけど、よかった龍馬はじゃあ大丈夫なんだね、もう親バカ本当に丸出しで今も、もうデレデレで毎日、デレデレしてるよね、かわいい、じゃあ、 そろそろね、まあ、あの現代の龍馬が
今このここからのおむつ話からのこのコロナをどう生きるかっていう話にまた持っていくんですけど、あの引き続きね、話は聞いていきつつ、そろそろ名言か一句のお時間なんですけど、どうでしょうかね。今日また、タツお願いします、タツのご指名で。あ、じゃあ名言、ちえちゃんもこの後聞きますか、じゃあおむつからのね、おむつからあお題付きね、これ本当に今ちょっと女性向けにいろいろ話あったと思うんですけど、男性に向けてもそうだと思うんですけど、やっぱり正直な気持ちを言おう、正直、対話のね、そうですね、本音、正直な気持ちを伝えるところから始めようということですね。そうですね、女性は本音を我慢して抱え込みがちですけど、男性はちょっとなんかプライドとか傷ついたら、素直な気持ちよりもちょっとなんか相手を攻撃したり相手のせいにしたりとかってしがちなんで、言われて、自分が女性から言われて悲しかったこととか、自分もこういう気持ちだったってことを素直に言えるってことはすごく対話にとって大事かなと思うので、男性も女性もですけど、正直な気持ちを言おう、正直な気持ちを言おう。じゃあ女子側のちいちゃんからの、なんかそういうテーマで言うとすれば、私はやっぱりこう体験をもとにすごくすごく学んできたことだなと思うんですけれども、女性は、受け取り味わい喜ぶっていうのがすごく大事だなって思ってるので、名言というかね、大事だなって思った教訓というか、そんなことを受け取り味わい、受け取り味わい喜ぶ、ありがとうございます。ありがとうございます。ひつじさんからはないですか。ない、正直な気持ちね。ひつじこたろうの名言ラジオセラピーでは、皆様からのメッセージリクエスト、ひすいさんに聞いてみたいことなど大募集しています。宛先はひすいこたろう @clovermedia.jp です。それでは、今週もありがとうございました。ありがとうございました。この番組の提供は、喜びの種まきプレシード、愛の折り箱や八坂医療法人社団アーユス黒崎歯科の提供でお送りしました。言葉って魔法だね、夕日が切ない気持ちを包んでゆくような優しい魔法だね。素直に言えなかった。ありがとう、や愛してるを。今日は大切な人に伝えたい言葉に変えて。
言葉に変えて、言葉って魔法だね。夕日が切ない気持ちを包んでゆくような優しい魔法だね。素直に言えなかったありがとう、や愛してるを、今日は大切な人に伝えたい言葉に変えて、伝えたい言葉に変えて。